してたんですけども、本当にあの金子選手に打たれたあの1球ですね、あの1球で全て狂わされ、切り替えようとしてても自分の中では切り替えてるつもりなんですけども、どこかこうずるずるいってしまったことになってしまいましたね。札幌ドームにお越しの、そしてテレビラジオの前のライオンズファンの皆さん、お待たせしました。今日のヒーローはこの3試合全てでタイムリーを放つ大活躍、今日も2本のタイムリーを放ちました源田壮亮選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今日の2本のヒットを振り返っていただきたいんですが、いずれも2アウトの場面でのヒットでした。いかがですか。いや、もうチャンスで回ってきたときは思い切っていこうと思ってるんで、ヒットになってよかったです。昨日の開幕戦は、おとといの開幕戦は2打点、そして昨日は7回にタイムリーで1打点、そして今日は5回と9回にタイムリー2打点、この3連戦で14打数6安打5打点の大活躍でチームを開幕3連勝に導きました。好調の要因というのは何でしょう。いや、チームの雰囲気もとてもいいですし、みんな伸び伸びとできている結果じゃないかなと思います。これで源田選手にとっても最高のスタートを今シーズン切れましたね。いいスタートが切れたと思います。そしてチームも3年ぶりの開幕3連勝となりました。これについてはいかがですか。やっぱ勝つに越したことはないんで、どんどん勝ちを伸ばしていきたいと思います。チームのムードとはいかがなんですか。ベンチもすごく明るいですし、すごく、いい雰囲気だと思います。さあ、これで自身もそしてチームも最高の2018年シーズンスタートを切ることができました。シーズン始まったばかりです。今後に向けてメッセージをお願いします。昨シーズン悔しい思いしてますので、今年こそは、優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。今日のヒーローは源田壮亮選手でした。プロ2年目、去年の新人王、開幕3連戦で5打点と荒稼ぎ、2年目のジンクスはどこへやらというね、そんな開幕を出したという、そんな源田です。見事な、ね、活躍でした。源田がしっかり成長曲線も描いてくれれば